い、お昼にしようと思います。ガントレックスの、オープンテラスほどではないにしても、なかなか快適な、空間です。いや、それにしてもセミがすごい。本当にセミフィグレって感じですよね。こんな中でいただくお昼、きっと美味しいに違いありません。結構ね、最近のコンビニのお弁当は本当にバカにできないものであります。久々におかかを食べてる。おかかって最近あんま置いてないんですよね。なんかあるのかな。たまたま見かけて買ったんですけど、私がこういうところで、やってたらむちゃくちゃ虫とかに刺されたり食われたりしたんですけども、もうすっかりそういう準備も、経験が、やっぱりそういう経験を積むとね全然変わんないですね、本当に。全然変わってない。かえって、私がいた頃、やっぱ全然変わってないですね。1個でやめればいいんだけど、1個じゃ終わんないんだよな。重たいからね、持って帰るの。お腹の中に入れちゃった方が軽くなるの。これは金シャリのとっても美味しいやつ。
米が美味しいんだよな、これ。まあ、さっきのも美味しいから、さっきの。どっちがいいか、これも飲まないから飲んじゃう。バナナオール水物は重たくてね、本当に持って歩くの。ああ、甘いものがやっぱりいいですね。最近本当に運動不足気味なので、こういうとこ来ると本当に運動不足を実感します。2歳ぐらいで出てきた時があったから、だいぶやっぱり運動になったと思います。一日ここでシューティングして上り下りしてたんだから。なんか擬態してる。いや、ほら、すごいね。ほら、行け。ダメか。これか。いや、ほら。ほら、行ってこっち。ここ行ったってダメだよ。まあ。はあ、いっぱい虫が来るんですけどね。あのかっこいい虫系が見たことないんだよな。カブトムシとかね。きっと探せばいるんだと思うけど。そういえばもうここにはもう多分また日ぐらいしか来なかっただろうと思うから、もうすっかり鹿のテリトリーかなんかになってて、まあ普段からも私が来る時からもすでにそうだったんだけども、なおさら今私来なくなっちゃったから、もう鹿さんがいっぱい朝いっぱいいたんだけど、私が来たからみんなどっか行っちゃった。大きいのから小さいのまでいっぱいいたんだけど、うん、びっくりしたんだろうね。ま、夕方までには帰りますから。
これでだいぶ軽くなったぞ。4ミリで。これを5ミリでにするか。虫よけを塗ってるせいなのか、それともこの蚊取り線香を焚いてるせいなのか、結構虫寄ってこないんですよね。本当に壁面ですね。またあの多分こういうところの虫ってこういうのにねやっぱ慣れてないと思うんで、すごい敏感なんだと思います。パンツ丸見えだ。まあパンツじゃないけどね。さあお昼も食べたので、また続き始めていきたいと思います。